どうもこんばんは。今日のですね、田舎スーパーの優秀なお弁当はお弁当じゃないんですよ。このオードブルですね。見てください。春巻きにシューマイに酢豚、そしてエビチリというね、4種類のこの豪華な顔ぶれ。なんとこの中華オードブルが398円でございます。すごいですね。で、3割引きって書いてあるでしょ。ここのスーパーね、まあ8時に閉まるんですけども、5時から値引きタイムなんですよ。5時からですよ。398円3割引きね、300円もしないんですよ。これちょっと早速開けて味わってみましょうか。こうやってね、ペリペリって開きますからね。これはね、なかなかの顔ぶれですよ。あの餃子の王将もびっくりですよ。よっしゃ、はい、こんななりましたね。なかなかいいでしょ。オードブルですよ。よいしょ、うわ、こんな、ちょっと一応写真撮っていきましょうか。うわー、わー、すごいですね。じゃあ一つずつ試してみましょう。酢豚、これ大きな鳥です。酢豚だわ。エビチリ、マックス鈴木シューマイ、でかい、おいしい、これなかなかのボリュームですよ。で、春巻き、具もびっちりです。なんでこんな安くできるんですかね。これね、まあ私はビール飲まないんですけど、ビール1本にこれがあったら十分な宴ですよ。やっぱ田舎スーパー楽しみですわ。優秀すぎます。美味しい。ありがとうございました。